週間ルーレットで出た数だけお風呂入る生活。よいしょ。どうしたの？のせと、もちと、レイ。まあ今世間はやっぱりみんな家の中で過ごすっていうブームが来ています。ブームってかまあ、まあ、ステイホームの常識がね、うんうん、そうですね。まあそこで家の中で暇を潰すといえばやっぱ漫画とか映画とかお風呂とかね、まあ確かにな、あるわけですよ。お風呂は最高の暇つぶしですよ、うん、確かに。まあということでお風呂にいっぱい入れば体も綺麗になります。うん、ってことでいっぱい入るためにルーレットを回します。やだいやすぎ。どういうこと？まあ、7日間、まあ、毎日ルーレットを回して、あ、毎日回すんだ。毎日回します。オッケーオッケー。毎日回してルーレットの出た目の数だけお風呂に入る。そういうことね。まあ、0から10 10? 10やばいだろ。10うぜ。0もうざい。まあ、0もうざい。というわけで今回はお風呂生活やっていきましょう。はい。じゃあてことで、はい、ルーレット、あ、まず誰がやるか決めるためにはいルーレット回していきます。うわ、まあ、1対1っすね。レイであれ。いやマジでやだ、お風呂あんま好きじゃないし。いきます。いや頼む。うわガチ頼む。うわ怖っこれ。やだやだやだ。ガチ頼む。普通にうざい。もう一回このまま見るよ、このまま見るよ。あーあーよし。痛いね。マジ嘘。おおガチでうざい。やばいねこれね。マジでよかった。めっちゃ過酷だよチーム。しかも温泉とか行きたいけど行けないじゃん。俺せめてそういうのはまだ好きだからさ行きたいなと思うけどさ、うん、家の風呂10回うざ、ね、ーぶーうざ、もううざすぎる。まあ10まだ分かんないしね。そうだよ、そうだよ。今日からしたら今日回して、今日回しましょう。今日回そう。今日回そう。10出たらやばいって間に合わんけ。今日は回そう。あの GoPro 貸してあげるから。おお。うわー、じゃあ、初日もっちのうわ風呂入る回数いきます。これやばいよ、これやばいよ、これもっちいや、もう見れん見れん見れん。何回なん、おお、何回、おお、何回、何回、もっちもっち、もっち、何回、2回です。おお、それはいいわ。まあまあまあ、1日目だからね。まあ、今日は2回ということで、まあ今9時なんですけど、まああと3時間の間に2回入ってもらって。うぜぇ !2 回もうざいなぁ。まあ、今日が4月11日なんで、来週の17日までの1週間、お願いします。頑張れ。頑張れー。バイトアルギーうぜぇなぁ、マジで。1日目は、シャワーだけに行きます。行こう。ガリガリを回して、体がガリガリ。締めて締めて。あ、合わせない。で、なんかいつも洗い方に恥ずかしいんだけど、絶対チンコ洗うんだよ。絶対チンコ触っちゃうんだよ。さあ洗います。本日1回目、ニアスベック1回目のシャンプー。なんかね、なんかこうプライベートな一週間見られるっていうのは唯一誰にも見られないプライベートな部分なので。ということでシャンプー浴びます。じゃあシャンプーします。なんかシャンプーの仕方とかも言われるだろうな、そういう本格的な人からしたら。シャンプーの仕方きしょいとか。コンディションします。今こうコンディションつけてるんで、その間にあります。あれ次は洗顔。結構ニキビ多いんで、まあ、ニキビ予防のギャツビー。まあ今だいたい洗顔終わったんで、顔を洗うじゃない、流していきたいと思います。ということで、だいたい一通り終わったんで、一回出て髪の毛をパーって乾かしてから、もう一回入りたいと思います。一回出ます。
はい、ということで待ってたんで、まあ、軽く体拭いて髪の毛バーって乾かしてもう一回入りたいと思います。一旦だいぶ乾いたので、乾いたんですか。まあちょうどいいぐらい、いつもぐらい乾いたんで、まあこんぐらいまで乾いたらもういいでしょう。もう一回やってきます。うざ、そうだったわ。うざ。さっきの工程を繰り返します。です。まあこれから頑張っていきたいと思います。はい、ということで、出た数の分だけ風呂入れ生活の2日目です。ごめんなさい、ただいまの時刻12時45分です。1回目、まあ、2回ぐらい今のうちに入っておきたいと思います。本日1回目の風呂入ります。入りすぎてね、ここら辺がね、すぎてもわかんないけど赤いんだよね。洗いすぎてめっちゃ痛い、ここら辺が。わかる？おはようございます。ただいまの時刻12時18分です。今日は2回なんで、1回この時間に入ってバイト前に1回入ってって感じかな。で帰ってきて次の日の朝も洗います。いやね、2回ってガチでちょうどいいんだよな。きっと明日はいい日になる。これね、読むだけで前向きになるっていう、自分にぴったりですね。1日が楽しくなる8か条っていうのがあるんですけど、そこにね、お風呂に入ったら幸せと口に出してみること。幸せ。1日目の12時8分、急ぎは変わったばっかです。早速ルーレット回していきたいと思います。0から10です。いきます。ゼロやん。この生活においてゼロやん。一番出しちゃダメな数字やん。うざいな。とりあえず寝ます。今日は何もできないんで、本当に。おやすみなさい。はい、汚いもっちでーす。
ただいま地獄。12時2分。12時2分。マジじゃん。入浴したっていう時点で頼むから、4日、その4回入ったことにしてください。本当にごめんなさい、今回は。本当に、マジじゃん。捨てるものありません、僕に。マジじゃん。今日で6日目かな。6日目になります。6日目、ルーレット、スタート。反射で見るっていう。なん？どうすりゃいいんだよ。3って、ちょうどいいやん。チャドとルーマニアなんか一緒じゃない？ルーマニアとね。ルーマニア。ちょっと、うわ、もう、これやばっ。こんなの色覚がバグってるからさ、不利やん。今回ね、何かしたかったかというと、これなんですよ。これ、バッタントっていう汗めっちゃかく入浴剤。これで、さっきの今汗バーッと流してるんですけど、これやって、筋トレやって汗かいて、これ入って、またさらに汗をかくっていう、もう最高の、汗をかけなくてもめちゃめちゃ健康的になるっていう商品。早く考えたい。今日早速入れちゃいます。これは楽しみ。くさっ、なあ、あれだ、ソーダスカッシュのカビ一回だったわ。入れます。見えるかな、見えるか。ファイヤー。おお、なに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 なあれ、パチパチタンタンって書いてあった？パチパチタンタンって書いてありました。うわ、気持ちいい。これでもちょっとマジできつい。普通にちょっときつい。ずっとやっちゃうのが。うわ、でも気持ちいいって書いてあるかもしれない。これとかはい、ただいま時刻ギリギリ11時59分を今12時になっちゃいましたけど、まあちょうどということで、回しましょうか。1週間最後のプロルーレットです。いきまーす。頼む。8か。いや、もうね、出たからにはしょうがないよね。どうすればいいんだよ。うんうんうん。よし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 。順調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 。あ、冷たい冷たい、なんか、冷たい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 。しかしこのアクシデントにも持ちない男は俺が持ち。めちゃめちゃ過去の自分を私が超える。はい、ださんスポンサー待ってます。あります。滑ったわ。疲れながら焼きプリンとスムージーを食べます。じゃあ飲みますね。いただきます。うわ、なんだこれ。うわ、寒気がすごい、寒気がすごい。これを飲むことによってマジマジかもしれん。プリン食べます。いただきます。これはうまい。うめぇ、うめぇけど寒い。さあ、もう一回プリンに入ってきます。よし、入ります。いやー、痛いね。この痛さはここに書いて、やればできる。さあ、ただいまの時刻が11時33分ということで、ラスト風呂に入りたいと思います。ということでね、まあ、今回ラスト風呂ということじゃないですか。
なので、ド派手に何かをやりたいなと思って最後ぐらいということで、まず一つ目、こちらブクブクアワーっていう入浴剤なんですけど、泡風呂になるんですよ、風呂が。まあ、最後ぐらいは泡風呂でもブクブクっていうのをド派手にやりたいっていうのと、まあ一応これを2袋。そして2つ目のグッズがこちら、アロマキャンドルね。ここでもうポンポンポンアロマキャンドル置いてやりたいなと思ったのよ、最後ぐらいは豪華に。とりあえず他にもあるんですけど、一旦ね、一旦この2つをやっちゃいます。いきます、 Go Go。うわ、ピンク出た、このパチパチパターン、うるさい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 、パチパチパターン出た。もう一個かも。あー、若干の泡になってきてる。うわ、来た、泡だよ、完璧な泡。よし、いや、すごくない？泡じゃん、ちゃんと。アロマキャンドルやっちゃう？全然つかん、パチパチ言うと。おお、ちょ、電気消してみる。うわー、わかりねー、見える？なんかいいのは伝わった。じゃあ、泡風呂で予想して。泡風呂買ってきちゃったけど、泡風呂だぜ、アロマキャンドル炊いて泡風呂でやってんだぜ、最高やん。これでスムージーを飲むんで、マグ。これ最後の仕上げしちゃいます。ちょっと一旦消して、危ないから。なんだこれって思うじゃないですか、皆さん。これはね、ゼロ、ゼロ、ゼロ、1がね、売り切れたんですよね。だから編集で多分ね、1が入ってると思います、ここら辺に。幸せ、もう皆さんありがとう、本当に1000人を祝いしたかったんです、僕は、この場を借りて。いやもうね、神秘的、いやもうね、ハッピー、幸せだわ、本当にね。1000人っていうのを突破できて本当に良かったです、僕は本当に幸せです。本当に心からありがとうございます。もうね、本当に1000人突破することができて本当に幸せでございます。本当にありがとうございます。